欧州館受験生の皆さん、こんにちは。欧州館の和塾長の飯塚です。今日は5月11日月曜日ですね。欧州館受験生の皆さん、頑張ってますでしょうか。緊急事態宣言がね、ちょっとまた延長という感じになってしまったので、またノアの教室授業もですね、ちょっとこうに今スケジュールが難しいというような感じで、いろいろこうに勉強がまた探り探りという感じなんですけれども、通信教室をですね、通塾生には今回緊急オープンさせてもらってですね、今勉強してもらってます。近日ですね、欧州館の通信教室、以前もかなりやってたんですけれども、またちょっとね、昨年は1年お休みだったんですけども、リニューアル版がですね、今年開講します。またホームページにはね、少しずつ出てきてるかなと思うんですけれども、ちょっとここね、ホームページの方も注目しておいてください。教室でやっているね、勉強指導をですね、欧州館の教室授業そのままに通信教室で、行っていきますので、それもしっかり活用することによってですね、通信教室生でも今までたくさん合格者出ていますので、もう教室で通ってるのとね、同じものをですね、提供していきますので、そこはですね、しっかりと通信教室の方もですね、皆さんちょっとよかったらチェックしてみてください。でですね、この緊急事態宣言になってどうなんだというところで、模擬試験もですね、ちょっと中止になっちゃったりとか、4月がですね、5月に延期になって、それがまたちょっと見ると自宅受験というね、せっかくなんで会場で受けないとっていうのは、模擬試験に関してはね、コロナ禍ではあるんですけれども、ちょっとこのね、限られた制限された中でね、やらなきゃいけない。だけど、アフターコロナ、コロナウイルスのこれね、一連の休みがまた終わったらですね、また2月に向けてですね、欧州館受験生であれば2月3日本番ですし、私立も併願する方もたくさんいるでしょうというところでですね、これが言い訳になるわけではありませんので、皆さんね、しっかりと受験生であるっていうことを忘れずにですね、緊張感を持って勉強をしていくと。ノアの教室ではですね、十分に教室にね、今通えないという子もいますので、オンライン自習室っていうのをですね、ほぼ連日連夜やってるんですけれども、オンライン上でですね、通塾生が集まって、それで、自習サポートという感じを今やってるんですけれども、これもですね、通信教室が始まっていくと、通信教室生の子にも参加していただくとかですね、そういう企画もまた考えております。今ね、なかなかちょっと教室授業が難しいというのはあるんですけれども、面談とかですね、することはですね、可能ですので、またオンラインとかね、Zoom ですとか LINE を使ったりとかでのテレビ電話面談とかね、そういうものも今やっておりますので、この機会にですね、止まってしまうのではなくてですね、しっかりと限られた中でも前に進むこと、来年の2月3日は必ず来ますので、勉強しっかりやってほしいというところですね。遠隔でもですね、サポートの方をしています。それでですね、この5月中何をやらなきゃいけないのか。通塾生とはですね、顔を合わせられる子は限られてきていますので、基本的には、オンライン上で見たりとかしてるんですけれども、日々皆さんが勉強している進捗具合っていうのはね、ほぼほぼ毎日今チェックを入れさせていただいてますので、大体今通塾生がどのくらいやってるのかなというところで、この一連の休みがあったおかげでですね、勉強も進みましたと。逆にですね、毎日オンライン自習室なんかも参加してくれてる子はですね、それほど今のこの休みっていうものがですね、あまり影響していないというところで、勉強自体はしっかり進んでるというところでね、これも5月いっぱいかなという感じもあります。6月はまた平常運転に戻ると思います。学校もね、いくつかの区はですね、今日もなんか学校があると、宿題を提出にしてしに行くと言ってた塾生もいますので、ポツポツと今週ぐらいから学校も週1回とかね、ちょっと登校して、学校の友達とか先生に会ったりとか、そういうものも始まっていくのかなと思います。だんだんこのね、コロナとの戦いももう終盤でね、終わりが近づいてると思います。そしたらですね、今度は皆さんが、やっぱり負けずに欧州館受験というね、大きな戦いがありますので、そこをね、しっかりとね、遅れずに戦っていけるように塾としてもですね、全力でサポートもしていきます。そのためのね、通信教室でもあるわけですから、欧州館の通信教室、これはですね、
僕が全部全講座解説しています。またオーダーメイド添削っていうものもやっています。これはですね、皆さんに提出していただいた作文あるいは過去問講座なんかでは答案用紙、これをですね、僕が赤ボールペンを持ってですね添削している様子、これをですねライブで生放送みたいな感じでですね撮影して手元カメラで撮るんですけれども、これをですね、添削された原稿用紙あるいは答案用紙と一緒にですね動画もつけて、世界で一つだけ皆さんに向けた授業なんでね、これ一対一のね、完全にこういう風にやってくださいっていう情報密なねものを入れてですねお返ししていますので、まあそういうものでしっかり勉強するとですね、格段に学習効率も上がってくると思いますし、具体的な方法論で添削で僕の方も入れていますので、まあぜひよかったら皆さん通信の方もですねやってみてください。僕も一生懸命この動画の通信教室のね講座は作成しましたので、これをね、まあ、以前もやってたんですけれども、よりリニューアルしてパワーアップしたですね、欧州館の通信教室、これぜひね、皆さんに受講していただきたい。僕の方で全部責任監修でやってますので、楽しみに皆さんちょっと受けていただければいいかなと思いますんで、これがね、5月中盤から後半にかけてね、皆さんぜひ試してみたいものということで、通信教室に関するご相談とかですね、お問い合わせ、これもですね個別にこんな感じなんですと、まだね完璧にオープンしてないんですよ実を言うと。だけど少しずつ今開けてますので、ちょっとこれに関する相談とかあればですね、お電話とかですね、あのメールとかですねいただければ、私の方からもお返ししますので、特にお電話でねいただければと思いますので、今ね教室の方もですね、朝から開けています。スタッフの方が朝10時から原則4時半という感じになっていますので、まずそのあたりのところにですねお電話いただければですね、いろいろお話がまたできるかなと思いますので、問い合わせの方もですねご相談の方もお待ちしております。まあいずれにしてもですねアフターコロナはもう近いというところで、皆さんの欧州館受験の開始のゴングがねまた再び鳴るよという感じなので、しっかりとこのね戦いに備えて一日一日をね、通常通り頑張って皆さんやっていきましょう。では皆さん、欧州館絶対合格に向けて頑張りましょう。